東日本大震災から今日で2年になります改めて最愛のご家族を失われた皆様に謹んで愛悼の意を表します昨年末に総理に就任して以来被災地へ赴くたびにたくさんの方の生の声をお伺いしました仮設住宅では未だ続く皆様のご苦労を痛感しました 一方で、助け合いながら懸命に前を向く皆様の声に確かな希望を見つけることができました。政府一丸となって、現場現場の声を聞き、すぐさま行動へ移していく、そのことを今日改めてお誓い申し上げます。そして、全国の皆様、被災地ではまだまだ皆様の力を必要としています。 ボランティア活動、ご寄付、東北への旅行、東北の産品を買ってください。支援の形はいろいろあります。私たちの東北を引き続きなで支えていきましょう。そして、東北から芽生え始めている日本の未来を切り裂く、新しい可能性をなぜ 育んでいきましょう東北に春が来ない限り日本に本当の春はやってきません一日一日の重さを忘れることなく必ずや復興を加速させてまいります、はい